鹿は、クジラグーテイモク鹿科に属する、哺乳類の総称である。日本鹿、トナカイ、ヘラジカなどが属しており、約16属36種が、世界中の森林に生息している。草食性で、牛のように4つに分かれた葉を持ち、半数による消化を行う。オスは枝分かれした角を持ち、枝角と呼ばれる。多くの鹿科のメスは角を持たないがトナカイは、 オスメスともに角を持つ。牛科の動物の角は、骨の芯を角質が覆っており生え変わらずに一生、伸び続けるが、鹿の角は骨組織からなり、毎年生え変わる。春季の生えたばかりの角は柔らかく、表皮に覆われているが、周期の骨化した角は硬く、表皮は脱落する。体の大きさは、体重6から8キログラム程度のプーズーから、 体重8 0 0ラムにも及ぶヘラジカまで様々で、ある。鹿のひずめには、ヤマビルが穴を開けて寄生することが知られており、ヤマビルの生息域の拡大に鹿が関与していることが、疑われている。ヘラジカアルシスアルシスダマジカダマダマオジロジカ、オダコイレウスバージネアナスシカカには、原生のもので約、約1719属、30数種が属する。 次のような分類体系が提唱されている。なお、カモシカは、ウシカ、ジャコウジカは、ジャコウジカカであり、真のシカではない。日本国内で単にシカというときは、日本ジカ、ケルブス日本を指すことが多い。1980年頃に、暴走半島で野生化した外来種のキョンを除き、 日本鹿は日本に分布する唯一の鹿科動物であり、大きな哺乳類の少ない日本では、日本科もカと並ぶ、代表的な大型動物である。なお、日本鹿は、他国に分布するアシュも含め、英語では、一般的に、シカディアと呼ばれる。奥日光より望む南大山と戦場ヶ原の鹿。日本の文化における鹿については、日本鹿、日本人と鹿の項も参照。 世界各地の山野に数多く生息していた鹿科の動物はほとんどの民族の文化に対して古くから重要な影響を与えていたと思われる。後世の文化においては鹿は俊敏、ひ力などの象徴としてまた時には俊敏な山岳地の象徴として用いられることがある。鹿肉日本では鹿肉のことをもみじと呼び様々な肉料理に調理される。 味は一般に柔らかい牛肉に近い。もみじという呼び名は馬肉を、桜、イノシシ肉を、ボタンと呼ぶのと同様の意語で、鹿肉は、鹿が、秋の季語であることから紅葉を連想したもの、あるいは花札の、鹿にもみじの絵札から連想したものとされる。比較カの皮は、細かい繊維が緻密に絡み合った独特な構造を、しており柔らかで滑らかである。 鹿側は通気性や保温性に優れて袋や衣料に用いられる。日本では武具の材料としてよく用いられた。また、油で舐めしたものをセーム側といいカメラのレンズや、宝飾品の汚れ落とし、洗車用品、ガソリンのろ過などに用いられる。数の枝角はナイフの柄やボタンなどに用いられている。鹿の枝角はアントラと呼ばれている。鹿の角は、 乾燥粉末や黒焼末は様々な効能を持つとして民間療法で用いられる。体重が1トン前後になるヘラジカは道路で交通事故に遭うことがある。その体重ゆえに衝突衝撃で車両に乗車している人間及び車両に多大な影響を与える。視界の悪い屈曲部などで衝突した車両にあっては時に運行できなくなるほど大破する。 北欧では事故にあったヘラジカにより、雪上に数メートルにわたって路面が地に染まり、観光客を驚かすことがある。従って、日本国内における野生動物保護における小動物の警告や注意喚起とは若干趣旨が異なる。群れのいる地域や生息が確認されている地域では、野生動物に注意とともに、エルグに注意との交通標識があり、 ヘラジカの絵が描かれ、衝突事故への注意を喚起している。日本国内においても、エゾシカが増加している同東、道北では、群れが活発に移動する春や秋を中心に、衝突事故が多発するため、ビラなどで注意喚起が行われる。エゾシカは、日本ジカの中でも生体が 100kg を超える大型の亜種であり、衝突すると車両が大破することがあり、 注意が必要である。なお、競馬用の競走馬の体重は 500kg 程度である。鹿と鉄道車両との衝突事故は長年の懸案であるが、ライオンの糞尿を線路に散布する方法が公安実用化されてから事故は激減した。鹿がライオンの匂いに怯えて線路に立ち寄らなくなるからである。しかし、減少したとはいえ個体数が多いために、 北海道では、根室本線を中心に、毎日のように衝突事故が発生することがある。自動車とエゾシカの衝突例も、非常に多い。エゾシカは、自動車を怖がらず、クラクションを鳴らしても逃げなかったり、路上で立ち止まる性質があり、高速で、正面から近づいても逃げずに、正面衝突に至る事例が多い。特に北海道では、 自動車もスピードを出すため、エゾシカに気づいてからクラクションを鳴らしても、エゾシカは逃げず、衝突する事例が多い。根室間内だけでも、1年間に300から400件の衝突事故があり、平均すると1日1件以上となる。シカと列車の衝突事故の原因が究明される中で、シカは鉄分を摂取するために、 鉄道敷地内へ入り、線路を舐めるのが原因で列車と衝突することが発見され、鹿の誘引剤が開発され、2016年度、グッドデザイン賞を受賞した。近鉄前線においても、2008年の鹿との接触事故が129件、2015年には288件と増加傾向にあった。そこで、近鉄は一計三製作所、モハラテクニカと、 共同で鹿との共存をコンセプトに鹿踏切を開発した。2016年5月に大阪線東青山駅付近におよそ 1km、2017年3月に灰原駅の間におよそ 1km 設けられた。鹿踏切とは線路内侵入防止システムであり、列車運行時は鹿の嫌う超音波を発出して鹿の線路内侵入を防止する。 このシステムを導入の後、鹿との接触は、ほぼなくなったという、ありがとうございます。